ははいはいははい、ということでやっていきましょうか。レートは2253、もっともっと上げていきたいな。大丈夫です。8連続キラーを出してレートをどんどん上げていきたいと思います。おそらくその次の日あたりにツイッターにさらされて、炎上間違いなしなんだぜ。炎上上等。嘘です。それでは行きましょう。最近やはりリアルが忙しく、なかなかマリカーできてないんだよな。正直3000いけるか微妙なところなんだぜ。あと約750、必ず行ってみせましょう。まあ編集でなんとかすれば大丈夫。今とんでもない言葉が聞こえてきたんだが、気のせい気のせい、あ、大回りしちゃった。こういうプレイングばかりしてるからレートがどんどん上がっていけないんだぜ。そしてコメ欄も荒れるんだ。コメ欄荒れてないもん。私には何も見えないもん。現実逃避しているまんじゅうがここに。今のところ6位、だが人数は8人だっけか？その人数だと6位だと下位だな。でも人数多いと、周囲での激しい争いも少なめだね。まあ4人もいないってことだからな。それによって、周囲に行ってもまだ上位に行ける可能性は残されてるって思うとやる気が出るんだぜ。元気100倍、アンポンタン。アンパンマンをけなすな。アンパンマンはけなしてないもん。マリサをけなしたんだもん。うぜえ。さて、今のところ4位で2周目に入ろうとしてるが。ここでデッキノコ欲しかったところだね。まあ贅沢は言えないんだぜ。まだまだ団子状態。さあこの団子カートを抜け出すのは一体誰なのか。次回に続く、続くな、今やれ。え、なんで？やめたらとんでもないことになるからだ。選抜、落ち着け天才、まだ大丈夫です。ここからいくらでもいくらちゃんできます。いくらちゃんできるってどういうことだよ。はーい、じゃーん、殺すバブー。いくらちゃんを怪我すな。お、見て見てマリサ、なんかいつの間にか3位に入れてる。おそらく潰し合いをしてくれたんだろ。このまま逃げ切るんだぜ。私は現在甲羅1個という状態です。果たしてこの甲羅でどこまで逃げ切れるのでしょうか。次回に続く、だから次回に続くな。今完結させろ。仕方ありません、今回だけだよ。マリオカートの動画で途中で終わるなんて動画見たことないだろ。いいですかマリさんくん、 YouTube で成功するには何か他と違う個性を出すことが大切なんです。個性ありすぎて相手にされないパターンだろ。さあこれで2周目もそろそろ終わり、残るはファイナルラップ。よしよし、このキノコちゃんを今こそ使う時です。あ、ここジャンプアクションダメだった。のわー、やっちまったー。お、落ち着け、キノコがあるからリカバリー効くんだぜ。そうだね、しかもまだまだお団子状態。このまま上位が潰れるのを待ちつつ、私が1位になってみせます。する。そう言いながら明らかにここで使うところじゃないだろ。っていうところでキノコを使っていくバカまんじゅう。違うもん、サンダークル読みだもん。嘘をつ。でも結局今のところ5位、でも1位が少し離れてるから、もしかしたらいいアイテム来るかも。次のアイテムボックスまでに、いかに離されないかだな。さあアイテムボックスの中身は何じゃろな。ここで華麗にダブルボックスをスルーしていくまんじゅう。は、ハンデです。超絶見苦しい言い訳。赤コーラ、お願いだから3連はやめてね。よし、壁にぶつかって赤コーラも死守。でもまだ5位かー。このコースが地盤沈下していきなり1位になるって現象起きないかな。起きるわけねえだろ。お、だがキノコ、これは一気に逆転あるんだぜ。よし、さっきみたいにならないように気をつけてっと。さあ、いけー。おー、来たー。一気に足りないだろー。最後はアイテム運に助けられたが、3位ならさすがにレート上がるだろ。お、レート15、いただきまーす。それじゃあ次のコースに行くんだぜ。3では？ちげえよ、よく見てみろ、ポーキーさんだ。やばい、超大物さんと走れるなんて、感動です。人の話を聞けよ。さて、それじゃあ行くとするか。オーケーオーケーニーハオヨー。それではジュゲムさん、カウントダウンをなしやす。毎回この瞬間はドキドキするな、早く慣れたいものなんだぜ。まあこのドキドキ感が楽しいんだけどね。あ、アイテム取られちゃった。防御がないのが本当に辛いんだぜ。いいか、なんとかして上位に離されるなよ。問題ありません、天才ですから。さあモートンの華麗なジャンプが決まりました。これで1位は間違いないでしょう。その間違いないっていう根拠はどこから来たのか。おっと、少し前に大物実況者様が生放送とかやってたりしないかな。なんとかして映りたい。だからあの方ではないって言ってんだろうが。いや、絶対そうです。いや、もしかしたら防御キーさんと合体したり。マジでやめろ、本気で怒られる。あれ、いつの間にか4位になってる。マリカあるあるだな。しかもキノコも所持、これは結構いいんじゃないかな。おっと、今回はアイテム運が神ってる。逆にこれで上位いけなかったらやばいぞ。ちょっとマリさんくん、毎回恒例の言い訳がしにくくなるから、そういうこと言うのやめて。何言い訳する前提でいるんだよ。さあ2周目だぜ、このまま上位キープしていきたいところだな。アイテムもいい感じ、これは。いける、しかしキノコがある関係で甲羅は防げないし、赤甲羅が来ないことを祈るんだぜ。あ、って言ってる間に来ちゃった。でもキノコで即復帰。ダッシュボードに乗ってもよかったかもな。まあまあ、今は守りをしっかりしておきたいし、これでいいでしょ。っていうか1位の金テレちゃんヤバすぎない？完全に独走態勢入ってきてるんだぜ。これは下手したら青甲羅来ても追いつけないんじゃないか。アイテムは相変わらず神ってるんだけど、追いつく手段がありません。まあ1位は諦めて、2位を死守することを考えないと、どうせお前のことだから一気に転落も考えられるんだぜ。おっと、ここで赤甲羅、ちょうどいいです。ここでメガホン使って、その後キノコで行きましょう。さっきから全くショートカットできてない件について、
うげ、赤甲羅。やはり狙われたか。今おとげちゃん言ったけど、さすがにもう1位は追いつけない。となると狙うわに。よしよし、ここで木野さんはいいねー。よーし、闇のゲームの始まりです。早速闇のゲームに負けていたんだが、やばい、一気に5位、いや、6位まで落ちちゃった。いや、だがかなりの混戦だし、こちらはキノコを持っている、まだわからないんだぜ。さあさあ、このアイテムによって順位が決まる、そんな予感がする今日この頃。スロットさん、早く止まって。キノコか、これは甲羅に被弾しないことを祈るのみなんだぜ。やばい、当たる。外行きます。ふう、ギリギリセーフか。どうする、アイテム一つ交換するか。いや、このキノコにこのまま行きたいと思います。狙うはラストのショートカットで一発逆転。もし決まれば2、3に狙えそうなんだぜ。さあ、行きますよ。いけー。うおー。さあ、甲羅は？よーし、無事3位でー。ゴール。今回はかなりの激戦だったが、上位に行けてほっとしたんだぜ。それでは今回はこのあたりで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。最後は冷凍見てお別れです。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。毎度おなじみ霊夢ちゃんの、なぞなぞコーナー、どんどんパフパフー。問題。てれーん。ご飯を食べるとき、抱っこしてるものはなーんだ。正解は、いた、抱きます。